あれ、やっぱり出るじゃん、この家。いや、あれはただの人間だって。本当に？深夜2時なのに？こんなバイト応募しなければよかったにゃ。こんばん、ミリオネア。地獄の案内人、ゴクちゃんだぜ。素晴らしい挨拶が板についてきましたね、ゴクちゃん。黒猫ファミリー挨拶手帳を作って毎日練習してきた甲斐があったぜ。ゴクちゃん、どうしてそんなに真面目なのに打点しちゃったんですか？それを話すと今日の話を紹介する尺が消えるから、また今度な。それじゃ早速今日の話と行こうぜ。ええ、今日はめちゃくちゃに怪しいアルバイトに応募したガーナのお話です。それではどうぞ。全ての始まりは1枚のチラシが目に入ったことからだった。最初は大学の校内の掲示板に貼ってあるのを見かけた。1週間とある家で寝泊まりしてくれたら100万円お支払いします。気に入った方は終身雇用します。服装自由、食事支給あり、家にいる時間何しても OK、 楽なバイトです。女性限定。何これ。チラシを見た人は写真を撮ったり SNS に書き込んだりして小バカにしてる感じ。うちは女子大だから全員が応募対象者ということになる。女性限定でこんな美味しいバイトだなんて、正直怪しさ満点だもん。信じるわけがない。誰かが知らせたのか、チラシはすぐに大学職員によって剥がされてしまった。こんな怪しげなバイト、お金に釣られて学生たちが応募したら大変だもんね。でも100万円か。少し気にはなったけれど、私はすぐにそんなチラシのことは忘れてしまった。それから数週間後。うわ、マジ？自宅の郵便受けに大学に貼られていたのと全く同じチラシが投函されていたんだ。もしかして誰も応募してこないのかな。100万円という高額すぎる報酬が逆に怪しさ満点だもんね。でもあいにく私には恐怖心というものが欠如していた。このバイトやってみようかな。そう考えた時、大学での周りの学生たちの反応が頭をよぎる。こんなの絶対事故物件じゃん。お化けでそう。少しだけ悩んで答えは出た。お化けなんてこの世に存在せんわい。そもそも1週間泊まるだけで100万円なんて、たとえお化けが出たとしても美味しすぎる話。またこのチラシに巡り会えたのも何かの縁だ。やるぞ。私はお化けが怖くない上にびっくりするほど楽観的だった。電話番号はこれね。よーし。1週間後。はい、翼ちゃん、これ今日から泊まってもらう家の鍵だから。ありがとうございます。彼はバイトを募集した本人である男性。名前は名乗らず、リーダーと呼んでくれと言われた。リーダーは気さくな人で、形式だけの面接をした後すぐに私を採用。バイト当日に家の鍵を引き渡すと約束され、今日がやってきた。食事は1日3回、決まった時間に僕が届けるからね。苦手なものはある？特にないです。リーダーが作るんですか？いやいや、ちゃんとお店のものを買って届けるようにするよ。こんなおじさんが作った料理なんて嫌だろ。そんなことありませんけど。はははは、翼ちゃんは優しいね。そうだ、何か質問があるなら今のうちにどうぞ。答えられない部分もあるけど。本当に1週間家に泊まるだけで100万円もらえるんですか？それは本当。支払われなかったら訴えてくれて構わないよ。でもなんでそんな高額な報酬を？ごめん、それは言えない。でも1週間の間、決して君たちにひどいことをするつもりはないよ。本当にただあの家で過ごしてほしいってだけ。その家ってもしかして事故物件かなんかですか？あの家で誰かが死んだんじゃないかってこと？それは違うよ、誰も死んでない。そうですか。じゃあ気に入ったら終身雇用っていうのは？そのまんまの意味だよ。今回のバイトでいいなと思えば僕が一生面倒を見る。仕事内容は今回と変わらず、月30万円程度のお給料を支払うよ。なんだそれ、最高すぎんか？つまりニート的な生活をするだけでそんな金額もらえるってこと？リーダー、
どんな目的があるのか知りませんが、相当変な人ですね。それはそう。でもこんなバイトに応募してくる君もよっぽどだよ。言えてます。私たちは笑い合ってそのまま別れた。家まではリーダーからもらった地図を見て向かうことになっている。ここから電車乗り継いで30分くらいかな。私は1週間分の着替えの入った大きなリュックを背負い駅へと向かった。1時間後。思ったより時間かかった。目的地である家は人里離れた山の中だった。道が複雑なこともあって到着に手間取っちゃった。そして家は驚き、想像よりもずっと新しくて綺麗。ボロ屋だと思ってたから拍子抜けしちゃうな。ん？誰かいる？玄関の前に人影発見。こんなシチュエーションだから普通の人はこの時点でビビってたかもね。幽霊って。でも私はそんな存在信じてない。だから冷静に近づくことができた。こんにちは、どなたですか？人がいた。よかった。ごめん、私はガーナ。チラシを見てバイトに応募したんだ。リーダーに言われて直接家に来たの。鍵を持ってる子がすぐ来るはずだって言われてたのに、なかなか誰も怖くて不安だったにゃ。ああ、ごめん。途中道に迷ったりしちゃってさ。でも、バイト仲間がいるとは聞いてなかったからびっくり。え、本当？話しとくって言ってたのに、あの人。そういえばリーダー、君たちにひどいことするつもりはないって言ってたっけ。あれ、このガーナちゃんのことも含んでたのね。って、わかるかーい。まあでも、仲間がいれば心強いかも。一週間よろしくね、ガーナちゃん。私は翼だよ。うん、よろしく、翼ちゃん。私たちは握手をし、早速家の中に入った。わあ、めちゃくちゃ綺麗だね。家の中に入って、私たちはつい声を上げてしまった。中は真新しい家具が揃えられており、掃除が行き届いている。窓も大きく清潔感もあって嫌な感じも全くしない。バイト内容からしててっきり事故物件だと思い込んでたからびっくり。リーダーは違うって言ってたけど正直信じてなかったもん。あ、それ私も。でもこんないい家見せられたら信じるしかないよね。っていうかもはや事故物件でも構わない。構わないけど過ごしやすそうだからよかった。早速他の部屋も見てみる？そうだね。荷物を置き、台所、洗面所、お風呂場、トイレ、寝室、和室、いろいろ見て回った。どこも綺麗だし、水道と電気もバッチリ使える。一応プライベートな空間も持っておこうということで、私とガーナちゃんはそれぞれ別の部屋を寝室にすることにした。ベッドがちゃんと備え付けられているし、本来あと何人か来ることを想定しているような広さだった。こんな家二人占めするのもったいないね。そうだね。あ、私ゲームとか持ってきたんだ。バイト中家の中で何してもいいってことだったし、よかったら対戦しようよ。賛成。私あまりそういうのしたことなかったから楽しみ。そういえばガーナちゃんって普段何してる子なの？私よりちょっと年下くらいだよね。学生だよ。翼ちゃんは？私も学生。とにかくお金が欲しくてさ。私も実は家族にプレゼントしようと思っててね。家族にバレないかつ手っ取り早く早くお金が欲しくて、町の電柱に貼ってあったチラシを見てこれだって思ったんだよ。はあ、いい子だね。私なんて生活が潤うなって思っただけだもん。あ、それも大事なことだよね。あ、ねね、この後少し家の周りをお散歩しない？バイト期間外出は禁止されてはいない。でも、外に出ていいのは1日最長1時間だけ。そんな時間でどこかに行くのも難しいし、ガーナちゃんの言うように、できるのは散歩くらいだろう。リーダーによると、本当は24時間家にいてほしいらしいけど、私たちの健康を考えて、外に出るのも大事だと判断したとのことだった。日光浴しなよって言われたし。そうだね、行こうか。私たちはそれぞれ部屋で荷物を整理し、その後散歩に出かけた。家の周りは本当に何もなかった。あるのは自然だけ。近所の家もない。
あの家は静かな別荘的な、そんな感じの使い方をしたい家なのかもしれない。その日の夜。わあ、すごい、リーダー奮発してくれたんだね。指定された時間通りにリーダーは夕飯を持ってやってきた。何がいいかわからなかったからと、二人では食べきれないほどの料理を買ってきたみたい。一緒にどうですかと言ったのに、本人はさっさと帰っちゃった。残ったものは捨ててって言われたね。もったいないから朝食に回すって言ったのに、そんなことさせられない、朝食は別で持ってくるって。リーダー、私たちのことを大事なゲストとして扱ってるよね。確かに、会話もすごく丁寧にしてくれるし、一体何考えてるんだろう。本当はものすごく悪い人で、私たちを海外に売り飛ばす気じゃ。健康体が望ましいから食事にも気をつけさせてるとか。え、そんなことしそうな人には見えないよ。まあ、それにもしそうだとしても、翼ちゃんのことは私がバッチリ守るからね。あははは、何それ、ガーナちゃん意外と武闘派なの。うん、そんな感じだと思ってくれてていいよ。おお、それは心強いですな。私たちはそうやって仲を深めながら食事をとり、お風呂に入ってその日は眠ることにした。この家庭の中でも特に変わったことは起きていない。それじゃあおやすみ。おやすみ。普通にいい一日だったな。これがあと6日間、楽勝じゃない。こんな生活なら一生やってもいいよ。うわ、眠くなってきた。おやすみなさい。おお。翌朝。おはよう。リビングにいると、まだガーナちゃんは起きていなかった。朝食。おそらくリーダーが用意して、玄関前に置いてくれているはずだ。取りに行こうと廊下に出た、その時。何これ、廊下が水浸しになっている。お風呂場やトイレなどから水漏れした様子もないし、なんでこんなことに。どうしたの。私の声を聞きつけたのか、ガーナちゃんがやってきた。え、びしゃびしゃじゃん、なんで。わかんない、私が来たらこうなってたの。これ幽霊の仕業とかじゃないよね。まさか。でも幽霊と水って密接な関係にありそうじゃない。私たちがこの家に来たことで怒ってるとか。ここは事故物件じゃないのに霊が出るってこと。もともとこの土地にいた霊とか。とにかくリーダーに聞いてみようよ。あ、そうだね。私たちはリーダーに電話してみた。すると、ごめんごめん、なんでかたまに床下から水が染み出てくるみたいなんだよね、掃除しておいてって言われただけ。染み出てるっていう量じゃないと思うんだけど、そう言われたらそれ以上どうしようもない。掃除してご飯食べよっか。うん。2日目、この日から少しずつ家に変化が出始めた。そしてリーダーは食事を届けはするものの、顔を出さなくなった。昼も夜もいつの間にか来て、いつの間にか食事を置いて帰ってしまうのだ。初日は挨拶してくれたのに。ガーナちゃんはそんなリーダーの態度が気に食わないらしく、ずっと文句を言っていた。リーダー、絶対何か企んでるんだよ。この家やっぱりお化け屋敷なんじゃない。私たちを霊に捧げるとか、そんな目的があるのかも。ないって。っていうか、ガーナちゃん武闘派らしいのに霊は怖いの。怖いよ、爆弾が通用しないじゃん。爆弾。あ、なんでもない。聞こえた。うん。うわぁ！何の音？自然界の音じゃないよね。これポルターガイストだよ、ラップ音だよ。この家何かいるよ。落ち着いて。ガーナちゃんはあまり心霊系が得意ではないらしく、大騒ぎしている。まあでも、これが普通の反応なのかな。とにかく今日はもう寝ようよ。夜で暗いから怖いこと考えちゃうんじゃない。また明日の朝話そう。翼ちゃん、今日は一緒に寝てくれない。いいよ、じゃあ寝室行こっか。うん。
翌日。もうやだ、私絶対帰る。ちょっと昨日にも増してガーナちゃんは怯えていた。でも正直その気持ちもわからないでもない。だっていつの間にか私たちが寝ていたベッドの向きが変わっていたんだから。こんなのありえない。人間なら気配を感じるはずだもん。例の仕業だよ。うぐ、恐怖心がない私でもさすがに強く否定できない。しかもこれはガーナちゃんを怖がらせるだけだから言えていないけど、昨日夜中にうっすら目を覚ました時、男の人みたいな影が私たちを見下ろしていた。あれが霊だと言われたら納得するしかない。なんか透けてたし。わかった、じゃあお金は諦めて一緒に帰ろう。いいの？うん、そもそも大した目的があったわけでもないしね。荷物まとめて外に出よう。リーダーには後から電話して鍵返せばいいよ。ガーナちゃんは大喜びで支度し、数十分後に私たちは外に出た。わあ、いいものの。最悪。突然大雨が降り出した。雷もガンガン鳴っている。視界は悪いし、山道を歩くのは危険すぎるよ。今日だけ我慢してこの家にいよう。リーダーが来たのに気づいたらその時車に乗せてもらえばいいし。でも朝食届けられてないじゃん。リーダー今日来てないんだよ。あ、もしかしたら来るつもりもないのかも。悪く捉えすぎだよ。道が悪くて来られないだけかもしれないし。ほら、気楽に考えて楽しく行こう。ゲームしよっか。どうせ家にいなきゃいけないなら明るく振る舞った方が怖くないよ。確かに。わかった。ありがとう翼ちゃん。私たちは家の中に戻り、話したりゲームをしたり、なるべく明るい雰囲気を作って過ごした。でもその日リーダーが来ることはなかった。深夜2時。お腹空いて眠れない。わかる。食べ残してたものあったけど、それだけじゃ足りないよね。にゃ、突然停電してしまった。最悪。近くに雷落ちたのかな。ブレーカー。違う、そんなんじゃない。あ、これ例の仕業だよ。ガーナちゃん、またそんなこと。嘘じゃない。だって翼ちゃん見て、テレビの前に誰かいる。指刺された方を見ると、そこには確かに誰かいた。あれは夜私たちを見下ろしていた男だ。しかも窓。ガーナちゃんが今度は窓を指さす。そこには2メートルは優に超えそうな女性の影が映し出されていた。怖い。さすがに怖くてたまらない。でもガーナちゃんを落ち着かせるのが先だ。あれは人間だよ。深夜2時にこんな人里離れた場所なのに。それはほら、やっぱり翼ちゃんもあれが霊だってわかってるじゃん。こんなバイト応募しなきゃよかったよ。またあの音。でも不思議なことに、その音が何かを訴えていることがわかった。なんだろう。怯えているガーナちゃんを置いて私は窓に近づいた。するとはっきりとその姿が見えたんだ。秘密基地？真っ白で大きなその女性、八尺様はそう伝えてきた。テレビの前の男とも仲間なの？八尺様がそう言うと男の影が飛んできた。ああ、はっちゃん、どうしても僕じゃダメなの？こんなに好きなのに。なぜか男の霊の声も聞こえてくる。ガーナちゃんは反応してないから、これは私にだけ聞こえている様子。そんな、君
好きだから彼女たちを追い出そうと怖がらせたのに。え、そうなの？そうさ、君たちがいたらはっちゃんが中に入ってきてくれないじゃないか。だから水浸しにしたりラップ音を出したり物を動かしたりしたんだから。でも私たちはリーダーに頼まれてここでバイト。また父さんの仕業か。ここに女性を呼ぶことはしないでって言ってるのに。は？父さん？翼ちゃん、さっきから誰と話してるの？怖いよー。ガーナちゃん、なんか全ての謎がもう少しで解けそう。ちょっとあんた、ただしだっけ？はい、ただしです。父さんがどうとかって詳しく聞かせて。私はただしと名乗るその霊を座らせ、徹底的に話を聞いた。つまりリーダーは息子であるあなたの奥さんを探していたってこと？そうなんです。父さんは若くして死んでしまった僕を思い毎日泣いていた。僕はそんな様子を見て未練が残り霊になってしまったんだ。そして父は霊になった僕に気づいてくれた。それからというもの、霊体の僕を大事に可愛がってくれているんです。僕はそれだけでよかったのに、寂しいだろうからと結婚相手を探してやると張り切り始めた。それで妙なバイトの募集を始めたんです。この家は僕と未来の結婚相手のために父が新しく建てたもの。ここに女性を寝泊まりさせ、僕が気に入れば全ての事情を女性に話し、この家で暮らしてもらうと言ってました。それってあなたが気に入った女性を殺し霊にするってこと？まさか。違いますよ。生きている間霊である僕と暮らして、亡くなってからも霊になってここで過ごしてほしい、そう伝えるつもりだと話していました。要は僕の話し相手です。父は自分が亡くなってからも僕が寂しくないようにしたかっただけなんでしょう。つまり究極の親バカってこと？そんなことのために一週間で100万円も支払うと？全てを話さずに僕に審査させるのだから、女性たちはそのくらいの対価をもらうべきだと言っていました。もし僕が気に入っても女性が怖いと言うなら諦めるとも。ああ、なんだか力が抜けちゃったわ。私は未だ混乱した様子のガーナちゃんに全てを話した。この家にはただしという霊がいて、私たちはその結婚相手候補として送り込まれたこと。でもそのただし本人はハッちゃんという他の女性霊に恋していて、生きた私たちには興味もないということ。自分で話してて何が何やらわからなくなっちゃった。だから安心していいよ、霊はいても危険はなさそうだし。何それ？うん、私もそう言いたい。その時だ。翼ちゃん、ガーナちゃん、起きてる？ちょうどリーダーが現れた。なんでも本当に道が悪いせいで来られなかったらしい。お腹空いているだろうと雨が止んでから慌ててここに来たんだって。今日はともかく二日目にどうして挨拶もせずに帰ったのか尋ねると、私とガーナちゃんが思った以上に仲良くなっていたから会話に水を差すのが申し訳なくてこっそり帰ったとのことだった。怪しい行動しないでくださいとつい怒ってしまった。それよりリーダー、あなたがしていたことは大きなお世話以外の何者でもなさそうですよ。息子のただしさん、片思いの相手がいるみたいですから。誰？相手も霊です。さっきまでいたんだけど消えちゃいましたね。そんなこと僕には一言も。恥ずかしかったんでしょ。ただしさんもあなたが来た瞬間隠れちゃったし、私が話すのを察して照れちゃったのかも。そうだったのか。リーダー、ダメじゃん。そういうことならちゃんと最初から目的話した方がいい人が集まってくれた可能性あるよ。私みたいにお金目当てだと誠実な子は来ないじゃん。ガーナちゃん、自分でそういうこと言う？でも同感かな。リーダー、もっと息子さんと話した方がいいですよ。霊になったっていうのに今でも会話できるんだから。ああ、そうだね。ごめん。そして気づかせてくれてありがとう。ただしが望んでいない以上、このバイトはこれで終わりだね。こうして不思議なアルバイトに幕が閉じた。私たちはその日までその家で過ごし、朝になってからリーダーの車で送ってもらい家に帰った。一週間過ごせなかったのにリーダーは満額支払ってくれたんだよね。迷惑料も含まれているから気にしないでって。返すのもなんだし、ありがたくいただいた。
お金の使い道は考えてなかったけど、私もガーナちゃんを見習って家族にプレゼントでも買ってみようかな。また会える日が来ることがあれば、ガーナちゃんがどんなプレゼントを選んだのか聞いてみたいな。こっちはカカオ兄ちゃんで、お姉ちゃんとビタお兄ちゃんの分ね。お金はいつもの仕事とは違うバイトをして稼いだんだよ。殺し屋としてじゃなく、ガーナとして働いて得たお金。イエーイ、何でもない日にプレゼントを出すの夢だったんだ。喜んでもらえて嬉しいな。あ、そうだ、翼ちゃんっていうバイト仲間がいてね。幽霊の息子の結婚相手を探すなんて、親バカも極まるととんでもねえな。本当ですね。でも無事に和解できて何よりでしたね。そういや、案内人さんって彼氏いねえの？なんですか、いきなり。レディにそんなこと聞くのは失礼ですよ。そうか、そりゃすまん。そういや、ただしと八尺様はうまくやったかな。それはこの後のおまけで見てみましょう。それではまた、バイバイチーン。今日もはっちゃんは可愛いな。ありがとう。明日は父さんが来てくれるんだって。例になっても好きな人と家族に恵まれて僕幸せだ。貴様らが今日から派遣された新人 D クラス職員か。その通りさ。キリキリ働くからよろしく頼むよ。なんでこんなことに。諦めろ。俺たちは死なないことに専念するのみだ。こんばん、裏切り編。いやーみんな、お待ちかねのエンドだよ。僕はこの前、都市伝説のディミナルスペースに吸い込まれ、バイスと共に脱出を試みた。その時いろいろ弱みを知られてしまってね。まあ、僕も向こうの情報をいろいろ収集できたから、痛み分けではあるんだけど。その時、僕は確信したのさ。もし彼らが僕を本気で仕留めるなら、そのために利用する存在は SCP であるとね。今日これから紹介するのは、僕の SCP 研究についてさ。それじゃあ、行ってみようか。はぁ？都市伝説空間に吸い込まれた上に、都市伝説の化け物と出会っただ？お前、ついに頭どうかしちまったのか？残念ながら、すべて事実なんだよ。僕が目の前で消えているのを見ている、リックが証人だよ。あれは正直、現代科学では説明できない現象だった。おそらくエンドの言っていることに嘘はない。はぁ、まあいいよ。信じるとして、都市伝説化け物。SCP っていうのは何なんだ？俺は聞いたことすらねえんだが、有名な存在なのか？自然法則に反した異常な物品、存在、場所のことさ。SCP は、スペシャル、コンテインメント、プロシージャーズの3つの単語の頭文字を取った略語。自然法則に反した存在には SCP-000 といった番号が振られており、SCP 財団における異常な存在の管理番号のことを指しており、個体名も存在する。そして SCP を管理、収容しているのが SCP 財団だ。その財団が定めた収容難易度が制定されている。下から、政府、ユークリッド、ケテルの3つ。僕がこの前遭遇したのは政府の SCP-705。見た目は一見ただの缶で、中身は5オンスの小麦粘土。しかし、蓋を開けた瞬間から傭兵のような兵士に姿を変え、凶暴性を発揮する。そして、自分たちの陣地を占領するために、100や200の群衆になって人間に襲いかかるというものだ。エンドはリミナルスペースに飛ばされた時点で体は使い物にならなかったんだろ？よく無事に戻ってこられたな。危険レベルが一番低いセーフだったこと。地下プールの一つが硫酸になっていて、それを体内に取り込んでいたことが幸いしてね。エイミーの言う通り、危険度が高い、なおかつ話し合いが通用しない SCP だったら、僕の体はリミナルスペースで朽ちていただろうね。
しかも異次元空間だから、こちらの世界の僕のスペアが正しく起動したかもわからないし。聞けば聞くほど、首の皮一枚繋がったという状況だったわけだ。そういうこと。そして僕が SCP と遭遇したことがないことが、向こうにバレている。例えば、特殊な能力を持つ SCP を使って僕を拘束し、危険な SCP ばかりを集めた空間に幽閉される、なんてことも考えられるわけだ。スペアのボディは作るのに費用も時間もかかる。今あるスペアは1台。連続でやられたら勝ち目はないね。怖っ。でもどうするんだよ。というわけで、僕たちはこれから急遽 SCP を学びに行くことにするよ。はぁ？それはつまり、SCP 財団に潜入するのさ。はぁ？はぁ、まさかマジで潜入しちまうとは。つうか、D 職員って何なんだ？ D クラス職員とは、SCP 財団における最下層職員、またの名を人間モルモット。主に生命に関わる危険な事案を扱う作業員であり、施設の掃除や SCP オブジェクトへの接触などの単純作業をする人員さ。死刑囚などが当てがわれることが多いね。捨て駒じゃねえかよ。俺らが楽に D クラス職員になれたのも、元死刑囚だからってことか。そういうこと。でも D クラス職員は、ここで1ヶ月生き延びれば釈放されるっていう特典付き。だから、死刑囚は最後の希望をかけてここで働くのさ。ま、帰還率は 0.01% らしいけど。ほぼゼロじゃねえかよ。誰なんだよ、その 0.01% って。無駄口を叩くな。お前、こいつらを案内しろ。承知しました。あなたたちは今日が初日なので、まずは政府の SCP から世話をしていただきますよ。はーい。エイミー、諦めろ。やるしかない。はあ。はいはい。わかりましたよ、クソったれめ。こうして俺たちは SCP の世話をしながら研究することに。ここに来る前、エンドからクソほど分厚い資料を手渡された。そこには、エンドが調べた SCP に関する情報が山のように並んでいて、可能な限り頭に叩き込むんだよ、と言われていたが、俺にはそんな頭はないので、現地で覚えるしかない。でもそのことを、俺はすぐに後悔した。せめて資料を読んで、心構えをしておくべきだった、とな。SCP-343、神。政府の中で最初に確認するのがこの部屋です。職員に連れてこられた部屋のドアには SCP-343 と書かれていた。それを見てエンドは嬉しそうな声を上げる。わーお！まさか最初にこの SCP に会えるとは、ラッキーだね。政府ってのは、まあ比較的扱いやすいってことだよな。その通りです。そしてこの SCP は政府に分類される個体の中でも最も人間との対話を重要視する傾向にあります。我々職員のことも全て把握しており、収容される条件の一つとして、必ず新人職員を紹介することが義務付けられているのです。へえ、よくわかんねえけど、頭のいい SCP なんだな。ああ、来た来た。今回の新人は3人だね。うわなんだ？いや、お目にかかれて光栄だよ。SCP-343。通称、神。神様だ？おや、勉強熱心なんだね。感心感心。そう言って顔だけ出していたおっさんは扉をすり抜けて、俺たちの目の前に立ってみせる。その姿は、一言で言えば、神話に出てくる神様そのものの姿だった。長髪で頭には草冠。髭を蓄えていて、いかにも賢そうな神様という感じ。エイミー、君には彼がどのように見える？あ？白髪のロン毛で頭には草冠。髭が生えてて、まあ、あれだ。ザ・神様って感じだ。リックは？俺もエイミーとほとんど変わらない。なるほどね。
ま、全知全能のイメージってそんなに大きく変わらないか。どういうことだよ。彼は言ってしまえば全知全能の存在です。人種も性別も年齢も不明ですが、ある日街に現れた彼は突然姿を消し、ビルの最上階に移動したのです。その様子を見ていた職員が SCP であると断定して、この施設へ収容しました。へー、超能力者みたいだな。なお、ご覧いただいたように、彼は壁をすり抜けますし、移動も自由自在。収容は不可能です。ですが、財団との交渉の末、心よく収容されてくれているのです。先ほど言ったように、いくつか条件は提示されていますが。でも、それって不自然だよね。だって彼の危険度はセーフ。セーフとは収容方法が確立されており、故意に活性化させない限りは異常性を発現しないことが前提だ。でも、彼は自由に移動できて収容は不可能。矛盾してるよね。その通り。でも、私にここから出ていく意思はない。財団が私を好きにさせるなら収容されておくし、ここで過ごすのは好きなんだよ。別に財団に危害を加えるつもりもないし。とりあえず部屋に入っておいでよ。お茶でも出すからさ。そう言って神様は扉を開ける。その空間を見て俺は驚いた。なぜなら豪華な家具が並んだ広い部屋が現れたからだ。なんじゃこりゃ。高級ホテルか。言っただろ、彼は全知全能。この部屋に収容された後、職員が部屋を見回りに来たらすでにこうなっていたそうだ。殺風景すぎたから変えたんだよ。ああそうだそうだ。消えた。はい、ハンバーガーね。ハンバーガーだ。初めてこの施設に来た時もハンバーガーを買ってきたと記録に残っていたけど、ハンバーガーが好きなのか。そうだな、ここ20年くらいはマイブームが続いてるよ。オーフ、頭が痛くなってきたぜ。おそらくまだこれはジャブ程度のことだと思うぞ。マジかよ。ああ。ところで職員くん。何でしょうか。今日は新人くんたちと話したいから、席を外してくれるかな。承知しました。1時間後に様子を確認しに来ますね。助かるよ。なんだ？いやね、君たちに興味があってね。君たちは SCP を勉強するためにここまで来たんだろ？な！さすが全知全能の存在。すべてお見通しというわけか。私がここにいるのは SCP 仲間と過ごすのが楽しいから。それからたまにこういう面白い客が紛れ込んでくるからなのさ。僕たちは SCP 初心者でね、基礎から知りたいのは山々なんだが、それにも増して知りたいのが出会ったら勝ち目のない SCP、そしてその対策法だ。はあ、君は SCP を悪用して命を狙われる可能性があるとでも？その可能性が今のところ8割だね。なるほどね。まあ私にとっては仲間を紹介して回るのも楽しい暇つぶしだ。私と手をつなげば一時的に私の力を分けることができる。これで壁をすり抜けようじゃないか。ただし制限時間は職員が帰ってくるまでの1時間だよ。話が早くて助かるよ。こんな風に意思疎通ができるもんなんだな。何度も言うけど彼は特別さ。僕はこの施設に来てなるべく早く彼に接触するのが目的だった。最も対話できる可能性が高く、最も情報収集する相手に効率的だと思ってね。まあ、他に忙しくしてたら相手をするかわからなかったけど、今日は暇だったからね。君たちはある意味ラッキーだ。ほら、手をつないで。そう言って神様は手を差し出す。エンドが神様の手を握り、リックがエンドの手を。俺がリックの手を握る。そして神様が壁をすり抜けると、エンド、リック、俺の順番でどんどん壁の中へ吸い込まれていった。うわあ！酔いそうだな。
これから紹介したいこの危険度はユークリッドだからね。今私たちは地下へ地下へと移動しているのさ。さあ、そろそろだよ。おーっと、って、ここは？もうちょっと奥へ行ってみよう。そろそろ始まるはずさ。助けてくれ！なんだなんだ？なんだか楽しそうな予感だね。早く行ってみよう。声のする方へ足を進めると、そこには大きな牢屋があった。そして、震え上がっている職人が3人。3人中2人は目隠しをして掃除をしているようだ。なんで1人だけ目隠ししてないんだ？そういうルールなんだよ。くじ引きして目隠しする人を2人決める。その2人は1人がおとりになっている間に掃除を終わらせる方。おとりになった一人は掃除中死なずにおとり役を全うすることが使命。ここでミッションをやり遂げれば1ヶ月経たずにこの施設から解放されて死刑を免れる。いわばボーナスステージだね。それボーナスっつうか最後のサドンデスなんじゃ。そうとも言うかもしれないね。こいつもだいぶぶっ壊れてやがる。ねえねえ神様、この部屋ってもしかして。君たち、もう一度手を握るんだ。その間君たちは彼に認識されないからね。神様に言われ、俺たちはまた全員で手をつなぐ。すると牢屋の奥から恐ろしい化け物が現れたんだ。ぐー、なんだあの化け物。来たー。彼は SCP-096、 通称シャイガイ。シャイガイ？人型の生物で身長がおよそ 2.38 メートル。筋肉量はとても少なく、両腕の長さが 1.5 メートルと体とひどく不釣り合いな長さをしている。体には目を除いて色素がなく、体毛は一切ない。また、顎を平均的な人の4倍の大きさで開けることが確認されているんだ。脳も未発達で、通常の行動から確認する限り、知性は欠如している。視力があるかどうかも不明。軽度の栄養失調を起こしていることが検査で確認されているね。特に食事を必要とはしておらず、救援されずとも餓死する様子はないそうだよ。話だけ聞くとヒョロヒョロだし、知能も低いなら、そんなに強くはないのか？いや、外部からのダメージに対して極めて強い防護力を持つのが彼の特徴だ。50口径弾だろうが、対戦車ミサイルだろうが、傷一つ負わず、苦痛を感じている様子も見せない。そして、彼の最も危険な特性は、シャイガイの名の通り、人に見られた瞬間発揮される。ごめん！見てない！俺は何も見てないんだ！職員はそう言って両手で顔を覆う。しかし、一度目が合ってしまったら、もう取り消しはできないようで。職員はシャイガイに噛み殺され、あっという間に絶命した。目隠しをしている二人は音でそれが分かってしまったんだろう。端の方で震えて掃除になっていない。すると部屋にアナウンスが響いた。おとりは死亡したが、君たちは職務を全うしなさい。死体をきれいにするまで、その檻から解放されることはないぞ。目隠しして死体なんか掃除できるか？そうよ、無茶言わないで。ここを生き延びれば無罪放免になるんだ。せいぜい頑張るように。アナウンスはそこで途絶え、職員たちは絶望の表情を浮かべる。ここで一つ疑問が浮かんだ。なあ、さっきも思ったんだけど、この部屋別に汚れてなかったよな。掃除係って必要なのか？あ、鋭いね。実はこの部屋、監視カメラは一切設置されていないんだ。カメラ越しでも目が合えばシャイガイに殺されてしまうからね。圧力センサーとレーザー検出器でシャイガイの行動を把握している。シャイガイは食事も排泄行為もないから部屋が汚れることはない。ただ、
そもそも D クラス職員は死刑囚だ。雑用をやらせるついでに1ヶ月経てば SCP に処分されるシステムになってるんだよ。つまり最初から生きて返すつもりはないということか。ヘドの出る話だな。シャイガイと目があったら助かる術はないのかい？ないね。シャイガイは極度の恥ずかしがり屋で、自分を認識した人間を地の果てまで追いかけて必ず殺す。危険度が中間のユークリッドに設定されているのは、シャイガイより動きが速くて力の強い SCP は珍しくないからだ。だが、人間からすれば、シャイガイで十分恐怖だろうね。武器じゃ殺せない上に、移動速度はめちゃくちゃ速くて、カメラ越しだろうと映像記録に残ったシャイガイを見てしまえば、必ず殺しに来るんだから。オーフ。仕方ねえ、恨まないでくれよ。男の職員はそう言って女の職員の目隠しを外す。女が気づいた時には時すでに遅しで、シャイガイは悲鳴を上げながら女の方へ迫っていった。いやー、来ないでー。今のうちに俺はこの死体を溶かして。シャイガイは女職員を壁に投げ飛ばす。しかしその時生き残っていた男職員の方向へ飛んでいき、やめ。女は男を巻き込み、二人まとめて壁へと叩きつけられ、絶命した。すさまじい戦闘力だね。あの死体はどうなるんだい？この後床が開いて、地下に落ちて SCP の餌になり、血はスプリンクラーが流してくれるや。ふーむ。そう言うと、エンドは黙り込んで何か考えている様子だった。俺にはわかる。そこまで長い付き合いじゃねえが、俺にはわかるぞ。こいつが、ろくでもねえこと考えていると。ふとリックに視線をやると、リックも俺と同じ考えのようで、ため息をついていた。ねえ、神様。僕の考えでは、あなたの全知全能の能力は、超常的な認識改変、現実改変能力だと踏んでいる。と、言うと、まずあなたは、ここの出入りが自由にできている時点で明らかな収容違反、および未解明の能力を所持していると考えるのが自然だ。でもあなたのことが深く研究されている様子や、それを記録するものは残っていない。つまりあなたは、財団職員の認知を歪ませ、自分を財団にとって都合のいい存在と認識させている。違うかな？もしそうだったとして、私に何のメリットがあるのかな？おそらく、すべての SCP を手中に収め、恐ろしい何かを企んでるんじゃないかい？世界征服、とかね。そんな大層なことは考えていないよ。少なくとも、そうだね。あと50年くらいは、この世界をただ楽しむ予定だよ。怖い怖い。でも僕は、あなたの作る新しい世界にも興味がある。そこでだ、僕たちに一つ余興を見せておくれよ。余興？あなたはあのシャイガイに勝つことができるのかどうか、ということさ。認知を歪ませることができるなら、シャイガイの認識だって歪ませられるんじゃないのかい？ああ、確かにやったことはなかったね。いい暇つぶしになりそうだ。その余興、特別に披露してあげよう。やったー！さすが神様、太っ腹だね。おい、あいつら今とんでもねえ会話してなかったか？要はあの神様、財団を欺くどころか、今後ここを乗っ取って SCP 軍団で世界征服するつもりってことだろ？何が政府だ。ぶっちぎりのケテルだろ。と、言いたいところだが、あの人はおそらくエンドがこの仮説に至ることを理解している。そして、この仮説に至ってきた人間は、みんな認知を歪ませてきたんだろう。でもエンドにはあえてそうしていない。もしかしたら気に入ったのかもしれないな。怖っ。よし、
じゃあ行ってこようかな。きゃー、神様頑張って。お前はもういっそここで噛み殺された方がいいんじゃねえか。まあまあそう言わずに、ほら始まったよ。 SCP-343 神 VS SCP-096 シャイガイ。やあシャイガイ、ご機嫌いかがかな。するとシャイガイが奇声を上げて神様に突進した。認知を歪ませるんじゃなかったのかと思ったが、神様はすぐ瞬間移動してシャイガイの攻撃をかわしてしまった。戸惑うのも無理はない。でも安心するといい。そんな姿になってしまって恥ずかしいのはわかるけどね。君は醜くなんてないさ。そう優しく言いながら神様は一歩一歩シャイガイに近づく。そして手のひらから黄色い光のようなものが溢れ出した。なんだありゃ、魔法か何かか。しー、黙って見ていいよ。そうかそうか、君は生前とても美しい少年だったんだね。それを妬んだ姉に顔を刻まれて、さぞ辛かっただろう。なんだ、何の話をしている。わからない。もしかしたらシャイガイの生前の話かもしれないが、そもそも SCP に生前があるのか、興味深いね。すると神様はシャイガイを抱きしめる。先ほどまで暴れ狂っていたとは思えないほどシャイガイはおとなしくなった。私だけは君の味方だ。だからこれからは私を見ても恥ずかしがらなくていい。わかったね。シャイガイは無言で神様の元を離れ、牢屋の隅っこに移動する。どうやらあそこがあいつの定位置らしい。神様はご機嫌な様子で牢屋から出てきた。ブラボー、素晴らしいね。認知を歪ませる以外のこともしていたように見えるが、それは僕たちには教えてくれないのかい。そうだね、一度にいろいろ知ったらつまらないだろ。さあ今日はもう帰ってくれないか。帰るって、俺ら一応一ヶ月ここで働くんだけど。君たちはここに最初からいなかったことにする。記録も消す。なんだか君たちがここにいると組織がめちゃくちゃになって過ごしにくくなりそうだから。神様がそう言ったかと思うと俺たちは光に包まれた。うわ、なんだ。いやー楽しかったよ。また次に来た時はガイドをよろしくね。その時暇だったらね。それじゃバイバイ。次の瞬間俺たちの意識は途絶えていった。ふう、ちゃんと基地まで送ってくれるなんて親切な神様だね。もう SCP と関わり合いになるのはごめんだぜ。あのシャイガイよりやべえのがゴロゴロしてんだろ。無理だ無理無理。しかしその手の SCP にアルカナムが精通しているのは確かに厄介だな。だから二人ともサボらず資料を読んで、今後の対策会議も綿密にやっていくよ。必ずアルカラム一族を根絶やしにするんだからね。ちびまる子ちゃん、やっぱり面白いな。ほのぼのした気持ちで見られるのがいいよね。あ、でもさ、そんなちびまる子ちゃんのめちゃくちゃ怖い二次創作があるの知ってる？知らない、気になる。話してあげる。でも本当に怖いしトラウマになるかもしれないから覚悟して聞いてね。こんばん、 NG ワード、ミステリー案内人です。さて皆さん、今から言うワード絶対に検索してはいけません。マルコ、コップ、お水、いいですね。検索せずともこの後ご紹介します。それ以上の恐怖をお求めの方だけ検索してみてください。それではどうぞ。私の名前はさん。今親友のあやかちゃんの家に遊びに来てたところなんだ。
日曜日の夕方という時間帯、私たちはさっきまでちびまる子ちゃんを鑑賞していた。小さい頃からこの作品が大好きなんだけど、まさか二次創作があるとは思わなかったな。あやかちゃんもちびまる子ちゃん好きなんだね。二次創作を見るくらいに。好きだけど、二次創作を見たのはたまたまなの。テレビで見て好きだったお話をもう一度見るにはどうしたらいいんだろうって検索してた時、目に留まってね。その時は二次創作の存在を知らなかったから、本当にこんな話があるんだと思って絶望して泣いちゃった。泣く？そんなにひどいの？あのほのぼのとした雰囲気が全部砕かれてしまうくらい。それでも聞きたい？もちろん。それじゃあ話すね。そのお話は、まる子、あなたのご飯は今日から水だけだからっていうまるちゃんのお母さんによる驚きのセリフから始まるの。差し出されたコップ一杯の水を見て、当然まるちゃんは何言ってるのって返事した。でも食卓にいる他の家族はまるちゃんのことなんて気にもせず、ご飯を食べ進める。まるちゃんのための食事の用意はなく、本当にコップ一杯しか飲んではいけない雰囲気。まるちゃんは震えながらそのお水を飲んだ。夏休み初日の朝から何か悪いことでもしてしまったのかって思ったから。でもね、まるちゃんはやっぱりさっきのは冗談だったんだって思ったの。食事以外の時、家族は普段通りに接してきたから。まる子や、夏休みは楽しい思い出が増えるといいの。まる子、あんた宿題しなさいよ。まる子、休みだからってダラダラしてんじゃねえぞ。って感じで本当に普段通り。でもお昼、まるちゃんは絶望した。用意されたのは、またしても一杯のお水だけだった。しかもまるちゃんが飲むまで、家族全員がじっと見てくる。まるちゃんは仕方なくその水を飲んだ。それを見た家族は、安心したように談笑しながら食事を始めた。怖い、怖い、怖い。この時のまるちゃんは、恐怖心でいっぱいだったんだ。晩ご飯の時間も同じように過ぎていった。当然まるちゃんはお腹が空いている。だからテレビを見ていたお母さんに勇気を出して言ったの。お母さん、お腹空いた。って。お母さんはそんなまるちゃんの言葉を無視。ねえ！さらに強く呼びかけると、お母さんはゆっくりと立ち上がり、まるちゃんの目の前にコップを持ってきた。あんたはこれしか飲んだらダメなのよ。笑ってるお母さんの目は怖かった。なんだかまるちゃんを見ていないような気さえした。その時、まるちゃんはテーブルの上に置いてあるせんべいに気づく。つい手を伸ばすと、まる子！お母さんはまるちゃんの髪をつかみ、頬を激しくビンタした。お母さん、なんで？あんたは水以外取ったらダメなの、絶対に。肩で息をしながらそう答える母。怖くて理不尽で、まるちゃんは泣きながら自分の部屋に戻った。途中廊下でおじいちゃんに会ったけど、何も言われなかった。部屋でしばらく泣いていると、コンコンというノックの音。まる子、いるか？心配したおじいちゃんが来てくれたようだ。扉を開けると、おじいちゃんはお盆に乗せられたコップ一杯の水を持っていた。泣いていたようだったからな。喉が渇いているんだろう。水を持ってきたぞ。おかわりならいくらでもあるから、いっぱい飲むんだぞ。凝視してくるおじいちゃんに耐えられず、まるちゃんはまたお水を飲んだ。そして次の日の朝、空腹のあまり早い時間に目覚めたまるちゃんの耳にチャイムの音が届く。そういえばラジオ体操に行こうって親友のたまちゃんと約束していたんだと思い出す。まる子、たまちゃんが来てるわよ。昨日ビンタしたことなど忘れているような、普段通りの声でお母さんが呼びに来た。まるちゃんは慌てて準備をし、玄関に行こうとしたんだけど。はい、まる子、お水飲んでいきなさい。急いでるから。まる子、飲みなさい。笑顔で言うお母さんが怖くて、まるちゃんは言われる通り水を飲んだ。まるちゃん、どうしたの？顔色悪いね。ちょっとご飯食べてなくて。そうなんだ。ダイエットでもしてるの？うん。本当のことを話しても信じてくれないと思い、まるちゃんは適当にたまちゃんに話を合わせる。まるちゃん太ってないし、ダイエットなんかしたら体に悪いよ。
そうかな。そうだ、ラジオ体操終わったら一緒にご飯食べよう。まるちゃんにとってあまりにも魅力的な誘いだった。ご飯が食べられる、考えただけでよだれが出てしまう。水しか飲んではいけないと言っていたお母さんの顔が一瞬浮かんだけど、まるちゃんはたまちゃんの誘いに乗ることにしたんだ。たまちゃんの家に行くと、たまちゃんのお母さんがたっぷりご飯を食べさせてくれた。たった一日食べていないだけなのに、まるちゃんは箸が進んで仕方がなかったみたい。美味しくて美味しくて、たまちゃんのお母さんが天使に見えたくらいにね。でも家に帰ると、まる子、今からチェックします。ここからは本当にひどいよ。まるちゃんのお母さんはまるちゃんを洗面器の前に座らせた。お姉ちゃんはまるちゃんの腕をしっかりつかみ、逃げられないように固定。そしてお母さんはまるちゃんの口に指を突っ込んで、わざと吐かせたんだ。あんた、外で黙って食べてきたわね。お母さんはまたまるちゃんを激しく殴る。ごめんなさい。家族はみんな同じ部屋にいるのに、誰も助けてはくれなかった。お母さん、どうして。あんたは水以外飲んだらダメなのよ。わかった。わからないけど、この場ではうなずく以外の道はない。うん。わかってくれたらそれでいいのよ。はい、まる子、水。まるちゃんはお水を飲んだ。それから3日が経ち、まるちゃんは5キロも痩せてしまっていた。ラジオ体操をする体力もないから、たまちゃんにも会えていない。まるちゃんの体はあばらが浮き出て、下腹が水で膨らんでいた。お母さんはそんな体を見て、理想的な体になって、お母さん嬉しいわ、と言った。まるちゃんにはもう何かを言う元気は残っていなかった。次の日、まるちゃんが部屋で眠っていると、お母さんが起こしに来る。先生が来てるから着替えなさい。担任の先生が来たのかなと思ったけど、お母さんは無言でまるちゃんを着替えさせていく。それはまるで白装束のようなものだった。お母さんに連れられて居間に行くと、そこには担任ではなく、ひげの生えた見知らぬおじさんがいる。家族はその前で神妙な顔をして座っていた。先生、マルコを連れてきました。そうですか、だいぶいい顔になってきましたね。ええ、先生の言いつけ通り水しか飲ませておりませんでしたから。なるほど、道理で前の険しい表情から穏やかになってきましたね。これも悪魔が弱っている証拠です。ありがとうございます。これでマルコもいい子になれるんですね。それを聞きながらマルちゃんは、悪魔が本当についていてもいなくてもどうでもいい、早く楽になりたいとしか思えなかった。では皆さん、今のマルコさんの中の悪魔は弱っていますので、皆さんの気で払いましょう。そう言われるとみんなは一斉に、マルコ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 、大好きなマルコマルコマルコと唱え始めた。みんなの真剣な顔が面白くて、まるちゃんは笑い声が止まらなくなってしまう。それでもみんなは無表情で唱え続けた。もう何もかもがどうでもよかった。まるちゃんはもう楽になっていいよねと投げやりな気持ちだった。時間が合わない時計がポーンポーンと鳴り響く。それがおかしくてまた笑えてくる。それと同時にみんなを呪いたくなった。死ね。それからしばらくして、まるちゃんの親友たまちゃんはまるちゃんの死を受け入れられないでいた。なんで死んだのか自分のお母さんに聞いてもはっきりとは教えてくれない。そんな時、ニュースにまるちゃんのお母さんが出ているのに気づいた。タイトルは、新興宗教でミイラ化した少女。まるちゃんのお母さんはインタビュアーに語っていた。先生を信じていたこと、マルコには悪魔がついていたということ、それを水だけを飲ませることで弱らせていたということ。そんな。それであなたは娘が死んだことに何も思わなかったわけですね。いえ、あの子は悪魔がいなくなって本当にいい子になれましたから、また元気に動けるようになるのを待つだけです。
そのインタビューの映像を見ていたアナウンサーは絶句していた。インタビュアーによると、まるちゃんのお母さんは未だにまるちゃんが生き返ると信じているのだとか。ご家族がそのような考えなら、この事件今後どうなるのでしょうか。はい、おそらくこの件に関しましては後半に続くと。って話だよ。怖いよね。まさか新興宗教に家族がハマってたって話になるとは思ってもみなかったもん。でもこの二次創作を見た人たちは後半へ続くって言いたかっただけだろうって面白おかしく突っ込んでた。ちびまる子ちゃんって前編後編のストーリーの時、後半へ続くって流れるもんね。怖かったけど、私その突っ込み見て笑っちゃってさ。あれ、サンちゃん？ああ、ごめん。怖いけど面白い。そうだよね。あ、そろそろ7時になっちゃう。あ、サンちゃんもう帰る？遅くまでごめんね。うちは全然いいんだよ。私は彩香ちゃんに見送られ家を出た。はあ、ちびまる子ちゃんの二次創作、正直言って私は複雑な気持ちで聞いていた。だって自分に重なる部分があるから。帰りたくないなあ。私は重い足を引きずり自宅に戻ったんだ。ただいま。玄関を開けるとむわっと広がる甘ったるくて鼻につく嫌な匂い。私はこの匂いを嗅ぐだけで気分が悪くなるので、こっそり2階の自室に行こうとすると、サン、遅いわよ。今日は集会とお祈りがあるから出かけるなって言っておいたのに、あんたスマホも持たずに。今からお母さんが出てきた。ちらっと中の様子が見えたけれど、お父さんもいる。テーブルの上でお香を焚いており、お父さんはブツブツと何かを唱えていた。サン！ごめん、忘れてた。スマホも充電切れてたから家に置きっぱなしでさ、彩香ちゃんの家に行ってたの。本当にごめんなさい。まったく。仕方ないから集会であんたの分もお祈りしてきたわよ。いつもより時間かかったんだからね。ありがとう。ご飯の前にリビングで改めてお祈りしましょう。今日は楽様からお香を直接いただいたのよ。わかった。支度してくるね。私の両親もカルト宗教にドハマりしているんだ。謎のお香は体の中の悪いものを炙り出す効果があるんだって。すっごい臭いのに、あんなのをありがたがって今で炊く気が知れないよ。そしてお母さんが言ってた楽様っていうのが教祖。まだ20代の若い男の人で、いつもニコニコしてて、助言みたいなことをするんだけど、私はうさんくさくて大嫌い。週に何度もある集会も、朝晩行うお祈りも、何もかもが全部。まあそんなこと言ったら、両親が発狂してさらに面倒だから、表向きはその宗教を信じている娘に徹することに。荷物を置いた私は、何度もため息をつきながら今へ向かい、両親とお祈りをした。いつまでこんな生活が続くんだろう。は？私が楽様にお仕えする？そう、楽様がおっしゃったの。あなたには楽様と同じ神の声を聞く素質があるって。なんて光栄なのかしら。これからはここでずっと暮らすのよ。いや、そんなの絶対嫌。さあ、いい子だから。じわじわと両親がにじり寄ってくる。いやー！あの後私は問答無用で両親に捕まり、楽の待っている部屋に連れて行かれた。もしかしたら、悪しき者がサンの意識を乗っ取って私を拒絶しているのかもしれない。元のサンに戻るまで隔離しておこう。この施設にいるだけで体は浄化されていくだろうから。なんて言いやがったの。信じられない。そのせいで今私は檻の中に閉じ込められている。一体何の目的があってこんなことをする必要があるのか意味がわからない。楽に従うまで一生ここにいなきゃいけないの？自分の考えを大事にして檻の中で過ごすか、諦めて楽のそばで生きるか。どっちも嫌！この前聞いたちびまる子ちゃんの二次創作が頭をよぎる。まるちゃんの家族は先生とやらを信じるあまり、大事なまるちゃんを死なせてしまった。強すぎる信仰は命を奪いかねない。私の家族もあの二次創作のまるちゃんの家族と同じだ。逃げなきゃ。でも
助けなんて期待できない。その時だ。あ、え？目の前に突然男性が現れた。私の入れられた檻だけでなく、この部屋の扉も厳重に鍵がかけられているはずなのに。やあ、僕は君たちの宗教の邪魔をする気はないから失礼するよ。待って、行かないで。助けてください。好きでこの中にいるわけじゃないです。ふーん、訳ありっぽいね。事情を話してごらんよ。私は自分の身に起きたことをなるべく簡潔に伝えた。家族が信者なこと、私は懐疑的なこと、教祖に目をつけられてしまったこと、全部。なるほどね。君はこのカルト宗教の被害者ってわけだ。いいよ、助けてあげる。いいんですか？ありがとうございます。あ、でも鍵がなくて。鍵なんて必要ないさ。男の人はそう言うと、一瞬にして檻の鍵を溶かしてしまった。何か薬品のようなものをかけたみたい。すごい。ほら、出て。僕急いで行かなくちゃいけないんだ。はい。でも、どこへ？教祖の部屋。ここが楽の部屋です。ありがとう。下調べはしておいたけど、君のおかげでさらにスムーズだったよ。いえ。でも気をつけてください。楽は特別な力を持っているようで、その力で特に自分の部屋の警備を強化しているんだとか。一度強盗が入った時も、楽の力で強盗は眠ってしまって何もできなかったということがあったらしくて。物は言いようだな。え？ま、この扉を開けると確かに君は寝ちゃうかもね。でも安心して、ちゃんと連れ出すから。いやちょっと、そもそもあなた楽の部屋で何を？よいしょ。男の人はためらうことなく扉を開けた。あれ、目が眠うん、思った通り強烈な催眠ガスが発射されたね。ま、僕にはこんなの効かないけどさ。おや、特殊な人がいるものだな。ガスが効かないの？どうも初めまして。僕はカカオ。君を始末しに来た殺し屋さ。始末？これまたなんで？君の立ち上げたこのカルト宗教にはまって、君に言われるがまま貢いで破産した家族がいるだろう。親はその後楽様の役に立てないならと自害、子供だけが残った。その子供からの依頼だよ。自分のような被害者を出さないでほしいって。被害者だなんて、新人が足りないからそうなってしまっただけなのに。逆恨みもいいところだよ。その君の悪い笑顔やめなよ。僕の前でそんなの必要ない。神の声が聞こえるなんて嘘っぱち並べても通用しないから。まあ確かにお前の前で作ろう必要はないな。サンも眠っているようだし。ああ、君が捕らえていた子だね。彼女をどうするつもりだったの？どうって、ほら、男ならわかるだろ。若い女をそばに置いて自分の好きなように扱える。最高じゃん。可愛いし、しばらく大事にしてやろうかと思ったんだけど抵抗しやがってさ。全く理解できないね。気持ち悪い。いや、まあ常人にはわからないよな。教祖としてもてはやされる快感。何もしなくても金が集まってくる。神の言葉だなんだと適当に助言すれば、ありがたがって涙される。さんも意地張らず俺のそばにいれば幹部になって人生安泰なのに。彼女は君より自分自身を信じたってことさ。賢いことだよ。どういう意味だ？宗教自体は否定しない。よりどころがあるからこそやっていける人たちがいるんだろうし。でも君の宗教のようなハリボテは点でダメだ。何とでも言え。俺がなんで余裕なのかわかるか？十分な武器があるからだよ。神は俺に味方した。へえ、こりゃすごいね。なんでビビらねえんだよ。知る必要のないことだよ。それより今こそ神に祈ったら？近づくな。主よ、僕を守りたまえ。でね。ふわあ。あれ、
ここは。さっきまで宗教施設の中にいたのに今は外。それにさっき私を檻から出してくれた人もいない。一体何が。すると足元にはレコーダーのようなものが落ちていた。レコーダー。再生してみるとラクの声、誰かと会話しているようだけど編集されているのかラクの声のみだ。ラクは教祖としての自分は全て偽りだっていう告白のようなことを話していた。最後は、僕がなんで余裕なのかわかるか、十分な武器があるからだよ、神は俺に味方した、という言葉で終わっている。そして一通の手紙が残してあった。この宗教は崩壊する。それでも洗脳が解けない人たちがいるだろう。そんな時はこれを聞かせてあげて。あとカウンセリングもおすすめするよ。それからこれ以上の深入りは無用さ。全ては神のみぞ知る。でね。こうして私の宗教生活は幕を下ろした。いかがでしたか？宗教とは人の心の拠り所。いい部分ももちろんあります。ですが、現代にはあまりに悪い誘惑が多すぎるのも事実です。自分が信じるものを他人に押し付けず、自己完結する力を身につけたいですね。それではまた。バイバイチーン。さあ、今までごめんね。どうかしてたんだ、父さんたち。あの後、男の人が言う通り、あの宗教は崩壊。ラクが遺体で見つかったからだ。犯人が誰か捜査するうちに、次々と宗教の不正が明らかになっていった。公表され、信者たちは離れていくばかり。時には、言われた通り、あのレコーダーの内容を聞かせた。私の両親もようやく目が覚めて、今はカウンセリングに通っている。父さんは会社の業績悪化に悩んでいて、母さんが不安定になっている時楽につけ込まれてしまったという。お礼言いたかったけど。名前も聞かずいつの間にかいなくなっていたあの男の人、あの人が楽を殺したんだろうってこともなんとなくわかってる。でも私は誰にも話さない。また私が人生に悩んだ時、あなたのことを思い出す。そんな存在に出会えたことが、私にとっては神様からの贈り物だったのかもね。面白い。面白すぎる。この SCP という存在、私をワクワクさせすぎだよ。やあみんな、時の門の番人こと、トキちゃんだよ。過去と未来に行くことができる時の門を管理しているから、こう呼ばれているんだ。そんな私は好奇心旺盛で、いろんなことに興味を持っている。最近は人間界に遊びに行ってみたり、怪異同士のバトルに立ち会ってみたり、なかなか濃い日々を過ごしているよ。デート。今日とんでもないものの存在を知ってしまった。それは SCP。案内人さんから教えてもらったけど、黒猫ファミリーにとってはおなじみらしいね。どうして教えてくれなかったのさ。というわけで、知っている人も大勢いると思うけど、私にとっては未知の世界だった。今日私が得た知識を君たちにも共有するね。異質な性質を持つ生き物や物、場所、概念が存在し、それらが人に害を及ばさないよう、世界規模の財団である SCP 財団が管理しているという、現実世界において有名な都市伝説的財団なんだって。SCP は特別収容プロトコルの略。さらに、確保、収容、保護の理念を持っている。収容対象はオブジェクトと呼ばれ、危険度によってクラス分けされている。厳重な管理をしてくれている SCP 財団があるからこそ、世界の平和は守られているんだ。さっきも言ったように、オブジェクトはそれぞれ異質な性質を持っている。その性質を見極めるため、日々研究も進められているんだけど、そのためには、オブジェクトと接する実験体が必要になってくるよね。実験体は財団職員である D クラスの人間たちが務めるらしい。死の可能性を伴う危険な役割だけど、D クラス職員は全員が死刑囚のため問題ないんだって。ある意味では地獄よりも恐ろしいかもしれないね。ここまで話せばわかるかな？私はこの SCP に、それはそれは強い興味を抱いた。会議の時と同じように SCP 同士を戦わせたらどうなるんだろうと思ってしまったんだ。でも、
厳重に管理されているほどの存在を戦わせるってだいぶリスキーだよな。そもそも簡単に実現できるようなものでもないし、普通ならこの時点で諦めていると思う。でも私には魔法がある。 SCP の情報を読み込んで、それを元に魔法で作り出せばいいんだ。実は以前同じようにして妖怪を魔法で再現したことがある。うまく戦わせることもできたし、今回だって大丈夫だと思うんだよね。特にお気に入りだと思ったのは SCP-096 と SCP-049 で、私は2つの SCP について学び、再度精度を高めることにした。数十分後、よし、いけるはず。準備を終えた私は早速 SCP の再現に取り掛かる。 SCP を戦わせる場所も魔法空間にするつもりだ。まずは空間から、えい、バッチリ。魔法で作り出したのは廃病院。選んだ SCP にもぴったりだし、雰囲気も出せると思ったから。この空間内での出来事は現実世界に何ら影響を与えないし、誰かの迷惑になることもない。私だけの特別なプライベート空間だ。じゃあ早速1体目の SCP を呼び出そう。えい、成功。 SCP-049、 通称ペスト医師。見ての通り、中世にペスト患者の治療に当たったペスト医師の外見そのままだ。不思議なことに、厚手のローブ、マスクは着用しているというわけではなく、長い時間をかけて肉体から生成されたものなんだって。だから、彼の、もしくは彼女かもしれないけど、ここでは彼としておこう。彼、SCP-049、ペスト医師の素顔を知ることはできない。でも X 線で見てみると、人型の骨格構造をしているということだけはわかるらしい。なんとも不思議な生き物だよ。彼は様々な言語を話せるほど頭脳明晰。特に英語か中世フランス語を好む傾向にあるんだって。今回はわかりやすいように、日本語で話してもらおう。やあ、ペスト医師さん、ご機嫌はいかがかな？悪くないよ。君は？私は時の番人。今回魔法で君を作り出した。君は通常時協力的だということだけど、確かにその通りのようだね。こうして私と会話もできるし。ああ、私は悪役に侵されていないものに対してわざわざ目くじらを立てることはしないよ。ペスト医師について簡単に説明しておこう。彼の言う悪役が何なのか、詳しいことは分かっていない。何らかのきっかけでペスト医師が個人を悪役に侵されているとみなしたとき、彼はその個人に対し非常に攻撃的になる。そして例外なくその個人を殺害するんだ。殺害方法は独特。ペスト医師が直接皮膚接触するだけで生命体の全ての生物学的機能が停止してしまう。なぜそんなことになるのかは、これもまた詳しくは解明されていない。ペスト医師は悪役に侵された相手を殺害後、肌身離さず持ち歩いている黒い石をバッグの中に入れていた道具を使用し、荒削りな手術を行おうとする。常に成功するわけではないけれど、たまに SCP-049-2 を作り出す結果となるんだ。この SCP-049-2 というのは、ペスト医師の手術によって蘇生された死体のこと。でも残念ながら、それを人間と呼ぶことは難しいだろうね。なぜなら、SCP-049-2 は、以前の記憶や精神機能、その全てを保持していない。基本的な運動能力と応答メカニズムは有しているけれど、本当にただそれだけ、自分で考える、ということができないんだ。SCP-049-2 は、ペスト医師が命じた時だけ攻撃的になり、通常時は非活動的。ペスト医師の操り人形となってしまうんだ。ペスト医師は、ある願いを抱いている。彼の言う悪役に対する完璧な治療法を見つけ出したいということ。そのために彼は様々な手術とその手術に関する記録を繰り返し続けるんだ。ペスト医師さん、今から私が魔法で何人か人間を作り出すよ。その中にもし君の言う悪役に侵されている人がいれば、好きにしてもらって構わない。おお、ありがたいことだ。大いなる願いの前には残念ながら犠牲はつきもの。研究したいという欲求はもちろんのこと、私としても悪役に侵されたものを見逃すわけにはいかないからな。私は5人ほど魔法で人間を作り出した。もちろん実在する人間ではないし、彼らに感情も感覚もない。でも人間のように恐怖し、許しを請うことはする。そういう風にプログラムされていると思ってもらえればいいよ。ペスト医師は最初に発言させた3人のことはスルー、こんにちはと挨拶をしていたほどだ。しかし次の2人に対しては、
ああ、悪液に侵されている。ペスト医師が素早く近づいて彼らに触れたかと思うと、彼らは膝をがくりと折り、その場で息絶えてしまった。なんてことだ、すぐに救済してあげねば。ペスト医師は対象を殺害後、落胆、開口の念を表明するとのことだった。確かにそうだ、自分で殺害したのに悔しそうにしている。そしてこれより手術を開始する。彼は殺害した二人の手術を始めた。肺病院なだけあって手術台などはすでに用意されていたからね。私はただ見ているしかなかったよ。通常の医者が行う手術とはだいぶ違うもののように見えたけれど、ペスト医師は黙々と手を動かしていた。彼の中での手術は成功したようで、 SCP-049-2 となって蘇ったんだ。わかりやすいように、彼らのことは男性の方を A、 女性の方を B とそれぞれ呼ぶことにしよう。これは彼らを救ったことになるの？完璧とは言えないが、今できる最高の治療を施したつもりだ。彼らの体の中から悪液は消え去った？わからない。うむ、本当に面白いよ。ペスト医師さん、君に紹介したい生き物がいるんだ。おお、それはなんだ？ SCP-096、通称シャイガイ。魔法で作り出す前に、まずはこの SCP について説明しておこう。性質的にも、その存在をうかつに目の前に作り出すわけにもいかないからね。SCP-096 は、シャイガイと呼ばれている。その名の通り、とってもシャイなんだ。シャイガイは人型の生物で、身長は 2.38 メートル。ほとんど筋肉のない、ほっそりとした体つきで、体毛もなく、皮膚は真っ白。両腕は 1.5 メートルと長く、とてもアンバランスな見た目をしている。顎を通常の人間の4倍の大きさにまで開くことができるらしく、色素のない目を除けば、顔に関しては平均的な人間とそう変わらないんだって。普段は非常におとなしく、狭い範囲をうろついているだけ。知性はないみたいだ。ここまで聞くと、見た目が異質なだけで特に危険性はなさそうだよね。でもシャイガイは異常性を見せることがある。それは、何者かに顔を見られることがトリガーとなる。直接的に見ることはもちろん、映像や写真を通して見るのもアウト。顔を見られたことを本能的な能力で瞬時に察知したシャイガイは、ひどく悶絶し始める。顔を両手で覆い、叫び、泣き、顔を見た人間に向かって走り出す。対象がどこにいても関係ない。シャイガイは凄まじい速さで対象に近づいて見つけ出し、殺してしまう。戦車でも、対戦車砲でも、シャイガイを止めることはできないんだ。シャイガイは対象を引き裂き、振り回し、口に出すこともはばかられるほど、ひどい状態にする。対象が跡形もなくなるほど損傷すると、シャイガイは、その場に座り込み落ち着きを取り戻し、元の生息地に帰っていくんだ。どうしてそこまで見られたくないのかわからないけれど、耐え難い何かがあるんだろうね。あ、ちなみに、絵画で見た場合はセーフなんだって。写真や映像記録はダメなのに、この基準についても不可解だよね。ペスト医師さん、どう？興味あるかい？面白い、面白い。そのような生物がいるだけで胸が弾む。悪液に侵されていようがそうでなかろうが、私はもう興味津々だよ。ぜひ見せてくれないか。お安いご用。ここからは、どうなるのか私自身にもわからない。もしペスト医師が災害を悪液に侵されていないと判断したとする。その場合、ペスト医師側に攻撃する理由はなくなる。ペスト医師がシャイガイの顔を見てしまったら、その時はシャイガイによる一方的な殺戮になるはずだ。ペスト医師がシャイガイを悪液に侵されているとみなしたら、まさしく、ペスト医師 VS シャイガイの構造の出来上がり。どちらも敵とみなした相手を絶対に殺害するという性質を持っているけれど、一体どっちが勝つんだろうか。私としては当然、後者の状況になることを望んでいるんだけど、こればっかりはやってみるしかないね。ペスト医師さん、さっきも言ったけど、シャイガイは顔を見ると凶暴化する。見るも見ないも君に任せるけれど、見る場合は覚悟しておいた方がいいよ。ああ、心得ている。それじゃ、えいやうわ現れたと思った瞬間、シャイガイは壁際に走っていってしまった。顔を見られないようにしているんだろう。彼は私の魔法で作り出した存在だから、私だけは顔を見ても大丈夫。そういう風に設定したから。でもペスト医師はもちろん、彼の作り出した A や B が見ると、途端に凶暴化してしまうはずだ。ふむ、聞いていた通り皮膚に色素はほとんどなく、栄養失調的な肉付き。心配になる見た目だ。おやおや、
ベスト医師は顔を見ずにシャイガイの体を観察している。今のところ悪役に侵されているとは思っていないということだよね。シャイガイもこちらを向きそうにないし、このままじゃ膠着状態だ。これはひょっとして平和的に観察だけして終わっちゃう？まあそれはそれでデータの一つにはなるんだけど、そう思っていたのはほんの一瞬だけ。なぜならペスト医師がこう言ったから。こちらに来て彼の顔を見なさい。え？ペスト医師は A にそう命じた。抗う術を持たない A は言われた通りシャイガイに近づいていく。そして、シャイガイは凄まじい声で叫び始めた。顔を両手で覆い泣き叫んでいる。一分ほどそうしていたかと思うと、目の前でじっとしている A の体をガシッと掴んだ。ペスト医師は A に指示を与えず、その様子を観察している。もちろん、シャイガイの顔を見ないように注意しながら。ここからは、とても映像としてみんなに見せることができない。だからせめて言葉で伝えよう。シャイガイは A を掴んだ後、まるでティッシュペーパーでも裂くかのように、勢いよく裂き始めたのさ。A の腕、足、胴体、頭はバラバラになり、一瞬のうちに見るも無残な状態になった。シャイガイはさらにそれらをトントンと踏みつけ、振り回し、もはやそれが人間の形をしていたものとは思えないほどに。A がペスト医師によって蘇らされた死体でなく、感情、感覚のある人間だったならば、あまりの苦痛、恐怖に絶望し、泣き叫んでいただろうね。魔法とはいえ、人間の体にしたのは失敗だったかな、と思うほどの光景だったよ。シャイガイは A を殺害した後、泣くのをやめ、座り込む。そして呼吸を落ち着けるように深く息を吸い、また壁際へと戻っていった。なんてことだ。非力そうに見える体の、どこにあんなエネルギーが隠されているんだ。あの生物が、もし見た目通りの栄養失調ならば、激しい動きなんてとてもできないはずなのに。ペスト医師は興奮した様子で目の前で起きたことを記録している。こんな状況を作り出した張本人である私が言うのはおかしいことだとわかっているけれど、ペスト医師はだいぶぶっ飛んでいるようだね。もしかしてもう一人の方にも同じことさせようとしている？ペスト医師のそばには B が佇んでいる。うむ、しかしこの場でまた顔を覗き込ませても同じ結果しか見られないだろう。先ほど映像記録や写真でもあの生物を刺激することになると言っていたね。君に可能であるのならば、あの生物を正面から撮り、写真を渡してほしい。いいけど、私は言われた通り、シャイガイの写真を撮った。私のことは認知しないようになっているため、写真を撮られても平気そうだ。その場で現像し、ペスト医師に渡す。彼はその写真を B に手渡した。この写真を持って、この建物内でできるだけ遠くに行こう。私が合図したら写真を見なさい。なるほど。シャイガイがどれくらいで B の元にやってくるか実験するつもりなんだ。ここは魔法で作り出した空間。4階建ての廃病院。今いるのは1階だけど、ペスト医師は4階に行くようだ。さあ、出発だ。私と君は少し離れていよう。近くより全体が見渡せる位置にいた方が観察しやすい。わかった。それでは、写真を見なさい。そう命じられた B は、うつろな目で写真に視線を落とす。その瞬間、シャイガイの悲痛な叫びが1階から響き渡ってきた。顔を見られたと察知したようだ。さあ来るぞ。ドドドドドという地響きとともにシャイガイが近づいてくる。今私たちのいる部屋に入ってくるというまさにその時、ペスト医師が言った。勝て。いつの間に持たされていたのか、 B はメスのような刃物を構えシャイガイを待ち伏せた。来た。 B は素早く動き、大きく振りかぶったシャイガイの腕をかわす。そのまま振り返ってメスをシャイガイの体に突きつけるも一切の怪我はない。そりゃそうだ、戦車でさえシャイガイに傷をつけることはできなかった。メスで戦うなんて無謀だ。B がシャイガイに掴まれてしまった。勝てという指示に従うため懸命に振りほどこうとしたけれど当然無理。 B は無表情のままシャイガイによって痛めつけられていく。はあ、シャイガイは相当な強さだ。私の指示を与えたものでさえ勝てないか。ここまでたどり着くスピードも見事なものだった。やがて B は A と同じくただの肉塊となり果てた。
ここまで見て、この勝負はシャイガイの勝利だと判断した。ペスト医師が実験に使う SCP-049-2 ももういないしね。でも。うん。うん。ここまで見てきて、一つの結論が出たよ。え？彼は悪役に侵されている。ペスト医師は座り込んで、自身を落ち着かせようとしているシャイガイを指さした。え、それはつまり。いけない。あんな生物、放っておいてはいけない。ペスト医師は、シャイガイに向けて走り出す。ちょうど1階に戻ろうと立ち上がったシャイガイはこちらを振り向き、ペスト医師は、シャイガイの顔を見てしまった。ほう、そんな顔をしているんだな。目の色素も欠けているようだが、それは見えているのか？うわー！再びシャイガイにスイッチが入る。でも、さすがペスト医師。めちゃくちゃに動いているシャイガイの攻撃をすべて冷静に避け、そして。私は救いたいだけだ。シャイガイの肌に手を触れた。ペスト医師は触れただけで対象の命を奪う。これじゃ、さすがのシャイガイも。シャイガイの動きが止まった。これもまた、必要な犠牲だったのだ。しかし、何度やっても面白いものではない。しかしペスト医師はシャイガイを抱きかかえ、一階へと戻る。手術台のある場所で手術をするつもりだ。君も見に来るといいよ。うん。私は言われた通りついていき、シャイガイを手術するペスト医師の様子を見守った。するとね、さっきの A、B と同じように、死んだはずのシャイガイが動き出したんだ。しばらく命じることはない。好きにしておきなさい。SCP-049-2 となったシャイガイの顔を見て、ペスト医師がそう告げる。これは、ペスト医師の完全勝利かと思われたんだけど、これまたそうはいかなかった。驚くことに、顔を見られたシャイガイが凶暴化したんだ。ペスト医師のおとなしくしなさいという命令も聞かず。ペスト医師は、手を下した遺体に手術をし、SCP-049-2にする。SCP-049-2 となったものは、記憶や精神機能、つまり知性と呼ばれるようなものは持ち合わせない。だからこそ指示を聞くだけの操り人形に作り変えることができるんだ。でも、シャイガイは最初から知性を持ち合わせていない。シャイガイはペスト医師に支配されず、ただただ元のシャイガイとして復活した。そんなことが、再びシャイガイとペスト医師の戦いが始まる。不意をつかれたペスト医師はさっきよりも動きが鈍い。でも、なんとかシャイガイに触れ、シャイガイはまた命を落とした。ここであなたが手術をしなければ、シャイガイも復活しないよ。わかっている。しかし、そういうわけにはいかないんだ。私は悪液の治療法を探すために行動している。ここで手術をせずシャイガイを放置すれば、それはただの殺人鬼だ。そっか、君はあくまで医師なんだね。ペスト医師の手術は失敗することもあり、その際殺害されたものは蘇らない。今回そうなれば、ペスト医師の勝利ということになるけれど、手術は成功した。もうじきシャイガイは目を覚ます。しかし、彼の顔を見ることはしないよ。何度やっても同じ結果になるなら、彼から悪液の治療法は得られないだろうからね。それじゃあ、今回のバトルは、引き分けた。私はシャイガイが起きるのを待った。ペスト医師はシャイガイの顔を見ることのできない場所で待機している。もう、この二人を縛っておく理由もない。今日はありがとう。すごいものを見せてもらったよ。って、私自身が魔法で作り出した存在に言うのも不思議だけど、私は二人にお礼を言い、魔法を解いた。廃病院の空間魔法も消え去り、私は一瞬のうちに闇の世界へ戻ってきたんだ。SCP 同士のバトル、所詮は引き分けか。よし、ペスト医師がしていたように、私も今日のことを記録しておこうっと。いやー、素晴らしいね、SCP。妖怪や怪異とは違った恐怖と面白さ。魔法で人間を出したのは私の気まぐれだったけど、もしあの人間の存在がなければ、ペスト医師は SCP-049-2 を生み出すことはできなかった。そうなれば、今回の結果も変わっていたかもね。ちょっとした差で展開が変わるバトル、これからも期待大だ。